演奏に先立ちまして国歌「君が代」を演奏いたします。ご来場の皆様はその場にご起立し国旗にご注目ください。会場へお越しの皆様、こんにちは。本日は第45回第9師団定期演奏会へようこそお越しくださいました。今年はここ八戸市での初の開催ということで、八戸市の皆様にお会いできますことを私たち一同大変楽しみにしておりました。本日はプログラムの一部を変更してお送りいたします。第1部に予定しておりましたアルフレッド・リード作曲マリンバと吹奏楽のためのコンチェルティーノは、都合によりピエトロ・マスカーニ作曲カバレリア・ルスティカーナより間奏曲に変更いたします。あらかじめご了承ください。今回は元中央音楽隊ハープ奏者三村清純さんをお招きして演奏してまいります。今年の演奏会は躍動響く強くがテーマです。自衛隊音楽隊ならではの力強い響き、そして八戸陣太鼓の迫力ある演舞をどうぞお楽しみください。演奏は陸上自衛隊第9音楽隊、指揮は第9音楽隊長串引隆夫二等陸尉です。私たちは本演奏会の司会進行を務めます第21普通科連隊陸士長村上シーマと第9通信連隊三等陸曹稲岡ありさと申します。最後までどうぞよろしくお願いいたします。それではプログラムを進めていきましょう。パーシー・フレッチャーはイギリスの作曲家であり、ブラスバンドの最も偉大な作曲家10人のうちの1人としてその名を知らしめています。イギリスの歴史ある吹奏楽コンクールの課題曲として用いられるなど、イギリスにおいて非常に重要な作品です。それではお聴きください。英雄行進曲。
本日はこの美しい旋律を思う存分お楽しみいただければと思います。それではお聴きください。カバレリア・ルスティカーナ。Thank you.
ありがとうございました。カバレリアルスキターナより感想曲でした。第1曲最後にお送りいたします曲はコーチャンス作曲ファンタジアです。ファンタジアとは音楽の一つの形式で、自由な形式や即興的な性格を持つ作品を指します。作曲者のコーチャンスは吹奏楽のため作品を数多く発表しております。曲中の特徴的な変拍子のリズムはまさに躍動を感じさせるもので、非常に生き生きとした強さを感じさせます。作曲者の幻想の赴くまま、一つの幻想が自由に展開していく様子が晴れやかで美しい一曲です。それではお聴きください。コーチャンス作曲ファンタジア。
終了させていただきます。